はいどうも、たらこです。今日ですね、えー、トップユーチューバーのヒカルの動画にですね、えー、宮迫博之さんが、えー、一緒にコラボしたという動画がね、これ1日経って370万回再生されてるんですけど、まあ、な、なぜかしら、急上昇にはね、乗ら、乗らなかったんだけど、ちょっとそれでね、えー、まあ、言いたいこと、があって、これね、率直に言うと、 あの、YouTube の視聴者さんいや、バカにされてますよ、と。うん。あの、例えば、えー、今まで、たくさんの有名人がね、この YouTube を、チャンネルを開設、まあ、して、ね、まあ、例えば、カジサックとかさ、いるけど、あの、みんな、大体は、えー、テレビでできないことを、まあ、YouTube でやりたいと。YouTube だったらできるから、っていうことで来てる人がね、まあ、たくさん、 まあ、いるわけだよね。で、俺は全然それはいいと思ってて。まあ、ネタでね、あ、また有名人来たとかって、まあ、そのネタでは言うけども、まあ、本気ではまあまあまあ言わないわね。で、その中でさ、えー、まあ、いろいろ批判も受けて、えー、来たけども、結局今はね、もう立派に、えー、芸人っていうスキルを、えー、使って、今はもう100万人超える YouTuber に、まあ、なったわけなんだけど、ここね、 宮迫の場合はさ、えー、テレビでね、仕事をしたい。また戻りたい。その、えー、踏み台として、まあ YouTube をね、まあ選んだわけだよ、これは。うん、で、えー、言ってもね、あのー、やっぱり YouTube って、今までここまででね、あのー、素人が作り上げてきた、素人が成り上がれるプラットフォーム。まあそれこそまあ本当に好きなものをね、 えー、上げて、動画を上げて。で、その、YouTube のコンセプトも好きなことで生きていくっていうことがそもそものコンセプトだから。これね、だからあの、もうテレビに出れません。出たいけど出れません。で、YouTube に来て、で、しかもね、あの、なおかつ、ゴリッゴリのプロがさ、素人にね、まあ、えー、持ち上げてもらってるわけだよね。普通は逆だと思うんだよね。うーん。だからその、 カジサックとかいろんな有名人もいるけど、まあ、結局は、えー、もうテレビに出たいがための踏み台にしか YouTube をしてない。で、それは悪いことかって言われたら、まあまあ別に悪いことかどうかって言われたら、まあ、んまあ難しいとこだけど、えー、正直ね、それで、あの、あんだけ、あの YouTube で復帰するって言ってた中で、あれだけ批判されてた中でさ、で、ヒカルがね、え、ヒカルとコラボして、 それでさ、もう一気に印象が変わったじゃん。それだけで。結局、その、ゴリッゴリのプロが、ええー、言ってもね、まあトップユーチューバーだけど、ほどに救われたっていう状況に結局なってて、俺それは本当ダサいなと思ってんだよね。で、テロを拾う、を返したように視聴者も、ええー、ね、あんだけ批判してたのに、もう関わらず、うん。 うーん、そういう状況になってて、結局、ビアサコ、去年からもチャンネルは作ってたんでしょで、多分おそらく、ヒカルに、えー、コラボお願いしてたのかどうか知らないけどさ、もう多分そこまで読んでたと思うんだよね。うん。結局のところ、YouTube の視聴者を完全にバカにしてるとしか俺は思えなくて、いや、俺は試されてるんだぜ、YouTube の視聴者さんっていう、風に俺は思ってるのよね。うん。んで、結局さ、あの、 えー、この回、えー、復帰でさ、で、株が上がったのって、光ると論文だと思うんだね。で、論文はさ、あの、言ったら、まあ、YouTube のチャンネルもあるけども、ああ、ちゃんと謹慎が解けて、そこからちゃんと、あの、復帰の会見もやって、で、ライブもやってさ、そうやって、あ、やっぱプロだなっていう風に俺は思ったのよ。うん。で、あれだけね、宮坂もゴリゴリに、 テレビに出てってさ、で、なおかつ YouTube のことめちゃくちゃ、なに、その、批判してたわけでしょいや、俺はね、そんなやつをさ、やすやすと受け入れてしまってはダメなような気が俺はするんだけどね。その、バカにされてんぜ、お前らっていうふうに、うん、思うの。正直ね、ちょっとま、びっくりしたというか、は、うん、まあ、光も何かこう考えがあって、もちろんコラボをしたんだと思うんだけど、 いやうん、それでもね、あの、まあ、俺は騙されないぞっていう感じかな。いや、こんなので騙されるわけないでしょっていうふうには思ってた。うん。まあね、ほんと、そういう感じに,になってると思うよ。あの、なんかもうヒカルのチャンネル一緒にコラボしたからって言って、それでもうなんかなかったかのように、えー、しようと思っていってるのは、まあ、どうかなっていうふうには。 思ったよね。だから前の動画でも喋ったように、まだ何にも多分終わってないと思うの、話がね。そもそも。うん。なのになんかもう、俺はだからテレビに復帰したいんだったら、このやり方は違うような気はするけどね。むしろ、えー、もう力技というかもう反逆じゃないこれはって。テレビの関係者に対してのっていう。もちろん自分の会社に対してもそうだけど、うん。俺はね、そういう風に感じました。はい。今日はそういった動画でした。たでした。